a reckless soldier known for completing the impossible mission. He has survived many wars. His presence has been felt for decades. Even today, his skill on the battlefield remains unmatched, but no one knows his name. This Asian soldier has never been photographed. No survivors have witnessed his actions. His missions have never been documented. It is unclear when these were the acts of the single man, or a few operating under the same rogue identity. When the smoke clears, all that remains are tell of the legendary reborn ghost of the battlefield. His presence can't be all. His enemies fear him. We should all fear him. する状況開始。ゴーストは接近戦のプロフェッショナル。一人では勝てないものとする。北線は部隊を最小点に向け、複数方向から同時に仕掛けろ。了解。いかに能力の高い敵でも、四方から同時強襲されれば無力だ。タイミングを外すな。どうしてゴースト？なぜ動かない？応答しろ、ゴースト。状況くれ。おい。おなんだ。チーム3、状況説明。こちらチーム3、どこかじゃあ。バルス、コマンダー。訓練中止。訓練を中止する。規模不明の敵が施設内に侵入。隊はこれより次の訓練に変わる。チーム4、チーム5、合流して最前線。Thank you.
どうした？どうした？英雄だ。歴史の教科書に出てくるような姿をしているとは限らない。神様は一見それとは分からないような形で彼らをこの地に召喚する。世界が混沌を迎える時、まるでそれを待つようにして英雄が生まれる。私たちだけに任せていると世界の収拾がつかなくなるからかもしれない。世界が変わる時、当然そこには血が流れ、たくさんの人が死ぬ。私たちはその中で恐れ、ひれ伏し、ただひたすらに祈るしかない。でも、その中でギリギリまで耳を澄ますと、やがて彼の声が聞こえてくる。生きろ、生かれ、声を上げ、世界を再生させろ。英雄はそうやって私のことを焚きつける。出口のない世界でいつまでももがいている私のことを。サジ、稽古と帰るから、ちょっと待っててくれ。うん。よいしょ、危ないよ。
シャチ、どっちが好き？え？正義の味方に決まってるか。そっか。さっちゃんお待ち。いただきます。コンビニ弁当ばっかじゃ大きくならないぞ。いっぱい栄養取りな。そうだ、これ美味しい。だろ？年老もなんか食べるかい？おじさんがいいの。いつもちょっとしか食べない。さっちゃん、見て。お客様。失礼します。行くよ。ありがとうございました。正義は傷によって力を増し、闇こそ正当であるとする。だから僕はあの花には何も言わないことにする。やがて来る嵐を僕が待ち望んでいることも、僕の中に抑えきれない獣が住んでいることも。そうですか、わかりました。ではまた強めのお薬をお出ししておきますね。
先生。はい。夢の話してもいいですか。どうぞ。私は森の中でたくさんの人と戦い、たくさんの人を殺すんです。朝起きると血の匂いが消えず、手には感触が残ったままなんです。それが辛いですね。辛い、辛くはないです。懐かしい感じがするんです。懐かしい、怖くはないんですか。何がですか。人を殺すことがです、夢の中で。怖くはありません。ただ任務を遂行するだけですから。任務。はい、任務です。刺しても切っても血は流れるんだよ。痛いんだ。お前はこれがいい。いらっしゃいませ。金出せ。八代。おい。八代。相変わらず元気だ。ケンちゃん元気そうだね、うん、私が押してあげる。行こう。気持ちいいね、さっちゃん。うん、そうだね。なんかいい匂いするね。どうしたの。おい、いつから幼児趣味になったんだよ。年老さん。おい、おい、やりすぎだろ。年老さんこそ俺がいなかったら年老さんもうこの世にいないんですからね。手貸してもらえますか。
ずいぶん可愛らしいと思う。おい。今毎日暇なんで、リハビリ兼ねて敏郎さんにいいもの作ってるんです。文字、お前ゲイじゃないよな。どうでしょう。けんちゃんバイバイ。バイバイ。けんちゃんの怪我、いつもあるのかな。どうしたんだ、何やってたの。ケンジはね、おじさんのためにああなったんだ。おじさんのため。うん。さっき何忘れ物したから先帰ってくれ。うん、分かった。
姉さん、濡れてるよ。風邪ひいちゃうよ。じゃあ、温めて。しかたない。ロック崩壊地面、ゴーストに殺害されました。掃除班死体回収完了。アビス崩壊外の3名、ミュート、フォックス、イーグルが待機中。すぐ動けますが、どうしますか。待てたしま。ゴーストの場所は確認できています。なぜすぐに処理しないんですか。わざわざこんな偏僻なところまで来たんだ。少しは老人の暇つぶしに付き合い。失礼しました。アビスウォーカーは今どこにいる。すでに動いています。3日前に国防軍と接触。それ以降の情報は途絶えています。なぜアビスウォーカーまで雇ったんですか。敵も味方も見境なく殺すやつですよ。扱いにくいが腕は確かだ。他3名は現地での招集部隊に引き連れています。それでも足りませんか。乾いているが、乾いた精は傷によって力を増す。先生は極限状態に身を置いて、その中で生きていくことを想像できますか。と言いますと、頭に銃を突きつけられたり、仲間が爆破で吹き飛んだり、毎日が生きるか死ぬかの状況です。私は正常じゃなくなる。普通はそうですよね。ええ、でもそうじゃない奴らもいる。自分が正常でいられるためには何らかの危険を必要とする人間もいるんです。夢の話ですが、人を殺すことに黒田さんは罪悪感はないんですか。ありません。処理する瞬間は愛する人間の糸を切るのと同じ、物体が崩れ落ちるだけ。そこに感情はありません。処理。ただ処理するときは愛を感じます。愛。相手の鼓動を感じ、体温を感じ、思考を感じ、すべてが一体となったとき優しく処理するんです。では殺されることは怖くないですか。わかりません。経験したことがないんで。そうですね。じゃあちょっと想像してみましょうか。これが本物の銃で、私があなたを撃とうとしたら。撃ってみてください。先生、今死にましたよ。隣町の喫茶店で。隣町の喫茶店だ。ひでえことしやがるな。俺こういうやつ絶対許せねえ。じゃあ黒田さん、やっつけたよ。おう、任せときな。あれあれ、買ったばっかなのにな。あの電気屋の同じ変外？
サチ、お店に忘れ物したからちょっと取りに行ってくるね。え、今から？そうさ、ちょっと出かけてくるから、サチとあやとりでもしといてくれよ。おう、よかった。じゃあ、サチちゃん、一緒にあやとりするか。お城下手だなぁ。なぁ、サチちゃん。だって起きてるもんね。ケンジに言われてきたのか。It's been a long time, 先輩。さっきの連中は自分たちが掃除してきました。じゃあついでにこっちも頼むわ。ケンジ先輩の心にファントムが現れたそうです。知ってるよ。さっき挨拶された。先輩、俺たちも一緒に戦います。
お前ミッション何回出たことあるんだよ。一回もないです。まあ、俺、何でも言いますか。逆に、邪魔ですね。好きにしろ。いないな。お前らしっかりやってんのか。はい、頑張ってます。頑張ってますじゃねえよ。だったらちゃんと結果見せろよ。分かってます。でも検査の体がそうなったの年老さんのせいです。本当はお前らなんかに頼みたくなかったんだ。あの人のために死んで、お前は骨になりたかった。ごめん、おじさんしばらく帰るそうにないから、捜査のところで預かってもらってね。うん。敏郎さんですか。いいタイミングです。この本好きでしたよね。ありがとな。あの二人役に立ってますか。うん、今そうしてるよな。マックスはともかく、マサルは初めての実戦なんです。だから心配。あの、でかい方な。あ、お前よりも役に立ってるよ。何で先輩に聞いた。ファントンってのはケンジ先輩や敏夫さんがいた舞台の指揮官だったやつだ。敏夫さんが引退したのって3年以上前ですよね。なんで今頃。 See, he's committed a lot of international crime, including genocide. インターナショナルクライム、国際法上犯罪。最強の舞台を指揮したんだね。
そいつ最悪ですね。いや、ピザ、バケン、サイカン、その一つに子供を使ったブレインワッシングエクスペリメント、洗脳実験。それが許せなかった敏夫さんはファントンに裏切ってマサイ裁判圧殺。本部東側10名、北側8名待機中。アブスモーカーからです。何と言ってるか分かりません。お前は今どこにいるんだ。俺の邪魔をするんじゃねえ。アリス本当に必要ですか。アリスはゴーストの戦い方をよく知ってる。あの人も彼のバディだった男だ。あいつがあらゆる意味で同じだったが、行動の目的だけが違っていた。敏夫さんは生きていたとしたファントンは自らリベンジをしに来た。なんでそんな大物がわざわざ来るんですか。それはあのな、ただ俺たちは知る必要もない。ただそれだけだ。あれ、ケンジさん言ってましたよね。戦争は子供や機械を利用するもんじゃないって。許せ。敏夫さん、俺も連れ取ってくださいよ。やっぱあいつらだけではダメですよね。俺まだ戦いますよ。敏夫さん、頼みます。なあ、頼むよ。なあ、頼むよ。決めてけよ。足で待ったにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。ケンジ、俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。敏夫さんのコードネームってゴーストだったんですよね。あの伝説のリボンゴーストと何か関係あるんですか。まさか。あいつの母さん多分伝説だろ。準備できたか。
違いますか？動物はシンプルだ。俺はこいつでいい。どうしようか、そのか、サちゃんが見当たらなくて、もしかしてそっちに戻ってるかと思って。ああ、戻ってるよ。そうか、よかった。心配させて悪かったな。いや、こっちも悪かったな。サちゃんに何かあったんですか？まさか誘拐されたんだ。問題ない。すべて作戦だ。作戦？場所は特定できた。サチは誘拐されたんじゃない。させたんだ。大きくなったね。心配はいらない。私は君のおじさんの古い友達だ。おじさんが生きていて私はとても嬉しいよ。どういうこと？おじさんがなぜ危険を冒してまで君だけを助けたのか、なぜだか分からない。君の中にはおじさんと同じ血が流れているんだ。やはり彼には見えたんだね、未来が。しかし彼は私を裏切った。生かしておくわけにはいかない。これは戦いではない、処刑だ。サチがいる。敵が確認できる位置まで3人で行動する。行くぞ。先方に敵を5名確認。本丸はここだ。俺たちはここ。一個駐在。一個招待。
個招待、一個招待。俺がここから行っておとりになる。お前たちは通話するでここから攻めろ。敵は何人いるんですか？一個招待のは約30名、一個中隊約80名。おい、今日入れん？そんなに？たった3人で。俺一人で十分だ。緊張するな。撃たれても切られても動じるな。相打ち覚悟でいてやる。緊張が思考をダメにする。草食動物は緊張した瞬間に食われる。肉食動物は緊張しない。俺たちは狩りに来たのか？違います。俺たちは狩るものだ。ゴーストは気配を消し、足音も立てずに忍び寄る。発砲は極力抑えろ。銃声は自分の居場所を教えるようなものだ。ターゲットを確実に狙える時だけ発砲を強化する。
敵と交戦中。戦場で生きていけないよ。戦争は抱き合いたいが、やるもんじゃねえか。
ぜ。おじさん、そんなんで生きていけないよ。そんなんでもな、生きていくんだよ。マックス、先にいて。残りは俺が始末する。
て推進せエゴ、ヨゴーストは一個連鎖に相当する戦力を有する奴を人間と思うな、以上連れてけよ。足手まといにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。
たちの戦争はガキのためにやってるんじゃねえぞ。話は好きかい？戦場には昔からいろんな言い伝えがあってね、伝説のリボーンゴーストもその一つだ。リボーンゴーストはさまざまな戦争で目撃されてきた。有名なベトナム、アフガン、イラク、太郎と言われた作戦を全て影から解決してきたんだ。もちろんそんなおとぎ話を本気で信じてるわけじゃない。もし生きてたら私よりおじいさんだからね。ただ君のおじさんのコードネームゴーストはその男の名から来ている。君のおじさんの戦いぶりがまるで伝説のリボーンゴーストみたいだったからね。戻ってくるか。そっち一緒に帰ろう。離れないで。ねえ帰ろう。ねえってば。ねえ。うるせえな。サチ。
キ、愛してる。
戦争じゃねえ、戦だ。まだこの血が欲しいか。取りに来いよ。
アサジン、大丈夫か？おじさん、おじさんは大丈夫？今どこ？サチ、アリーナ、もうちょっと待っててくれ。おじさん、おじさん。全てはお前を処理するためのトラップだ。ここまで来たことは褒めてやろう。しかしその体がどうやって戦う。今のお前はゴーストではない、ただの名もない幽霊だ。昔のお前を覚えている者など誰もいない。これ以上何を支えに生きるというんだ。トラップを仕掛けたのは本当のお前か。俺のものにお前がいる、それが全てだ。私はそんなに欲しいか。悪いな、おっさん、俺の血はもう枯れちまってんだ。やはりお前が、あの伝説を。どうせや、生きてなんかいねえよ。とっくの昔死んでるんだよ。
私たちがこの世界でできることはそんなにない。それはどんなに偉い人でも基本的には変わらない。心の余裕がなくなると私たちは自分のことしか考えなくなり、そうして世の中はどんどん冷たく悲しい方向へ向かっていく。だけどそれじゃつまらないし、世界の行方も想像がつくので、神様は時々そうした流れに逆らうものを降ってくるのかもしれない。その人は私たちの心にほんの小さな火をつけると、あとは任せたと言わんばかりにあっさりと言ってしまう。そして今私はもらったその火を頼りに世界の縁に立っている。新しい未来へ火事が切られていくのをこの目でちゃんと見届けるために。